防衛予算の大幅な増額へ2023年度分から着手した日本。その中心に置かれているのは、長射程を誇るスタンドオフミサイル。今回は、そんな3式中距離地対空誘導弾を詳しく見ていきます。3式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズは、艦艇搭載型の新艦対空誘導弾、エーザムも注目されていますが、なんだか雲行きが怪しくなってきているとの情報も入っています。国産化が日本ならできそうですけどね。昨今の日本は、昨年度の2023年度分から、防衛予算案の大幅な増額施策が打ち出され、政権を運営する現在の岸田内閣は、2024年に入って久し、支持率の低下は指摘されつつも、大枠の防衛政策については、国民の支持を失ってはいないと感じられる。岸田内閣が打ち出した防衛予算案の増額は、2023年度分から2027年度分までの5年間の累計で、総額およそ43兆円規模となることが試算されており、冷戦時期より不分立とされた領域の拡大に踏み込んだと言えるだろう。切れば、日本の防衛予算は、対 GDP 比で 1% 以内に収めるとする不分立、当時の歴代の政権が示してきた指針ではあったが、今の日本を取り巻く安全保障環境の下では、その堅持を期待することは、甚だ困難と、一部の関係者からは召されてきた。かつての東西の冷戦時代に、日本の最大の仮想敵国は、言うまでも無垢旧ソ連であったが、今のその地位は中国になっており、その軍備の内容や数は、前者を上回っていることは明白であり、日本も対応を余儀なくされたと言えよう。中国の軍事力の脅威は、1980年代には、旧ソ連とアメリカ、1991年の旧ソ連の崩壊後には、現ロシアとアメリカとの間で交わされた複数のスタート戦略兵器削減条約という軍縮条約に縛られなかったことで大きく増加した。そのタイミングで、旧ソ連、現ロシアとアメリカとが中距離打撃兵器の開発を制限する中、これに縛られなかった中国は、準中距離弾道ミサイルで、かつ対艦弾道ミサイルである。ディフェンダー-21 等のミサイルの配備を1991年から進め、同ミサイルはすっぽりと日本全土を射程距離内に収めている。その後も中長距離打撃兵器である複数のミサイルの配備を加速させる中国に対して、日本はここに来てようやく敵の防空兵器の射程距離外から攻撃が可能なミサイルをスタンドオフミサイルと位置づけたようを進めている。政治的には長距離打撃兵器であるミサイル類は、かつて敵基地攻撃能力と称されてきたものを反撃能力と言い換えるなどの方策で、自衛隊への配備を容認する形として進めており、反対勢力への理論武装も並行している状況だ。そうしたスタンドオフミサイルの代表例としては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達する計画や、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型の開発などが、大きく、マスメディアの報道でも取り上げられるなどしている。そんな状況下で、これらトマホーク巡航ミサイルや1人式地対艦誘導弾の能力向上型などは、対地及び水艦攻撃を想定した兵装であるが、長距離防空を担う兵装として、段階的な開発が進められているのが、03式中距離地対空誘導弾のシリーズとなっている。03式中距離地対空誘導弾は、2003年度に、陸上自衛隊の装備品として正式化された中距離での防空任務を担う地対空ミサイルシステムで、胴体内での通称は中 SAM と呼称されている。全てが国産の兵器である。この03式中距離地対空誘導弾は、三菱電機社がシステム構成の取りまとめを担い、ミサイル本体は三菱重工業社、レーダー類は東芝社が製造を行っており、陸上自衛隊の編成の1個軍用のコストは一式でおよそ470億円とされている。これは同様の用途の兵器である元がアメリカ製のペトリオット PAC-2 と比較した場合、およそ 45% ほどの費用の低減が実現された形であり、間違いなく
コスト面では、国産化の効果が反映されたものと言えるだろう。03式中距離地対空誘導弾は、ミサイル本体を6発で1組としたキャニスターに収容し、これを搭載する装輪式の車両の荷台から垂直に発射する形式が採用されており、運用に必要なスペースの確保も、従来品より自由度を増加させている。気になる03式中距離地対空誘導弾の有効射程距離だが、陸上自衛隊として、公には数値は未公表ではあるが、2014年に千葉県の下志津駐屯地にて開催された催しでの説明や、アメリカで実施されたテストの結果からは、少なくとも 60km を超えると推察されている。2017年度の防衛予算からは、発展型である03式中距離地対空誘導弾改善型の調達が開始され、こちらは敵の低空を飛翔する巡航ミサイルや、高速度の空対地ミサイルの迎撃能力を加え、友軍とのデータリンク能力も向上されたと召されている。この03式中距離地対空誘導弾改善型は、2015年にアメリカ本土のホワイトサンズミサイル実験場において、ミーテストが行われ、巡航ミサイルに見立てた標的10発すべての迎撃に成功し、その中には、低空を超音速で飛翔するものも含まれていたという。そのため、アメリカ側も、03式中距離地対空誘導弾改善型の迎撃能力は非常に高いと評価したとも伝えられており、この情報を聞き事実と考える限りにおいては、かなり優秀な地対空ミサイルシステムだと感じられる。現状では、03式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズの発展型は、2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾、2026年に、開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上早期研究開発分32028年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上新規研究開発分42031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型がある。この中で2026年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上早期研究開発分と32028年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上新規研究開発分は従来の地対空ミサイルシステムの性能を向上させた発展型である。これらは主として、今の日本の最大の仮想敵国となった中国に対抗するべく、主として、中国軍が配備を進める新型短距離弾道ミサイル SRBM 及び、極超音速滑空体 HGV を迎撃することを目的として定め、段階的にこれらへの対処を図るものだろう。費用の上で、派は、これらには、2023年度分の防衛予算の中では、およそ758億円が計上されており、これは、もともとの事前の事業評価の段階では、およそ598億円が見込まれていたこともあり、かなり、大きな投資を行おうとしていることが感じられる。ついで、残りの1の2023年に、開発完了予定の新艦対空誘導弾と、4の2031年に、開発が、完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型についてであるが、こちらはベースである03式中距離地対空誘導弾を海上自衛隊の艦艇に搭載する形式に応用するものとなる。これら一連の新艦対空誘導弾は通称として ASAM の名で呼称されているが、既存の海上自衛隊の護衛艦に搭載することで、敵の航空機や対艦ミサイルを迎撃するための長射程の兵装として運用することを念頭に開発が行われている。新艦対空誘導弾は対象となる護衛艦の VLS 垂直発射艦から運用されると想定されており、ミサイル本体はベースである03式中距離地対空誘導弾改めからレドームに変更が加えられ、誘導に必要なデータリンクとブースターが追加されている模様だ。こうした新艦対空誘導弾の実用化について、元自衛隊で左官を務め、今は数々の自衛隊への評論をマスメディアに発表している人物が、もともと地対空ミサイルシステムであったものを、艦艇搭載用に変更を加えたことについて、
疑義を呈する意見を述べている。その結論は、もともと地対空ミサイルシステムとして開発された03式中距離地対空誘導弾、改めがベースである以上、新艦対空誘導弾は、艦艇を目指して低空で飛翔する敵のミサイルの迎撃には不安が残るというもののようだ。個人的には、私自身は元自衛官でも何でもないので、この人物の指摘が確実に誤っていると指摘することもできないが、正直、いくら日本や自衛隊が準備不足の側面が否めない点もないとは言えないとはいえ、そんな不安なものに多額の予算を投資するとは思いたくない。